深海6500黒潮2号生艦、トンネル建設時の海洋艇の地質調査に活躍した前週がアクリル樹脂製のジョンソンシーリンク。フランス海軍の FNRS-3。深海探査艇とは深海を探査する目的に供される潜水艇である。ここでは近年の艇の特徴をおもとしと述べる。以前の類型などについてはバチスカーフの記事なども参照のこと。 休憩の耐圧核があり、蓄電池から電力が供給されるようになっている。乗組員の吐き出す二酸化炭素は、アルカリ性の吸収剤で炭酸塩として吸収する。ビデオレコーダーやカメラを備えている。耐圧核は以前は高張力鋼が用いられていたが、1980年代頃からは、死炭性が主流となっている。また、水深の浅い水域用には、全周が、 アクリル樹脂でできているものもある。耐圧核の安全基準に関して日本は他国よりも厳しいルールがあり、設計深度1.5プラス300メートルという構造強度基準で、深海6500では水深1万50メートルの水圧に耐えられる耐圧核の設計となっている一方、中国では国際標準化機構部会に対し6000メートルの震度については、 適用圧力を設計潜水深度の1.11.25倍で良いではないかと提案していて、米国も設計潜水深度1.25を適用圧力としている。そのため、高量の方が軽く、しかも大きな軽の耐圧核を装備しているにも、かかわらず、先行深度が大きい。超音波で母船に画像や音声を送ることができるが、単域が限られているので、伝送容量に限界があり、 動画を送ることはできない。近年はデジタル圧縮技術の進展で以前に比べ、ある程度は改善されてはいるが、以前、この問題は解決されていない。そのため、使い捨ての光ファイバーを映像等の交代域と必要とする伝送に使用する例があるが放棄された光ファイバーによる環境への悪影響が懸念される。電動機は近年では、 パワーエレクトロニクスで制御される無性粒子電動機が主流である。バッテリーは以前は銀アエン電池を用いていたためにサイクル寿命が短かったが近年ではリチウムイオン電池が使用されつつある。高容量で低温でも放電特性が優れておりサイクル寿命が長いため経費削減に寄与する。浮力材にはバチスカーフではガソリンが用いられたが現在では シリカのマイクロバルーンをエポキシ樹脂で固めたシンタクチックフォームが用いられる。船体の傾斜を調整するために従来は水銀が使用されていたが、近年ではシークリフやタートルのように水銀の代わりに樹頭上につなげたタングステンのボールを移動させることにより重心を移動する機種もある。比重の重いタングステンのボールと半分は浮力剤でできたボールが連なっており片側に、 タングステンのボールが入り、同じ数だけ反対側のタンクに浮力剤が入ることで移動した体積を補う。1970年代までは各国で有人潜水調査艇が建造されたが、1980年代以降は遠隔操作無人探査機の性能が向上し、有人潜水調査艇の建造数は一時期下火になっていたものの、近年、記録の樹立やレクリエーション用等、 乗ることを目的として、数々の新技術を投入した、有人潜水艇の新たな建造例が散見される。遠隔操作無人探査機の支援母船等も含めた、運用経費は、同心度の潜水能力を持つ、有人潜水艇と比較して1、10以下であるとされる。また、技術の進歩により、従来有人でなければ、不可能だった分野でも無人機で可能になりつつある。また、 タイタニック号の調査のように、有人潜水艇から無人潜水艇を制御する運用も実施される。近年ではケーブルでの操作を必要としない、自立型無人潜水機が開発され、長距離の連続航行が可能となった。ありがとうございます。